も昨日はまだ水を含んだことかなりしていましたよね。そうですよね。続いては森美穂のティーショットです。これは続いてのティーショットは茨城県出身ですね。健康プレーさん所属、はい、岡村優。はい、右を向いてドローでという、まあ、攻め方なんだとは思いますね。生駒さんの感覚的には立ちづらいスターティングホールではないですか？ないですね。もう本当にあのまっすぐです。まっすぐの、はい、はい。ただ女子の距離にしてはちょうどいいところにバンカーはあるかもしれないですね。なるほど、はい、6位タイグループになります。決してバーディーは多くなかったんですが、しかしボディーもそう簡単には打たないというような一日でした。これも右のバンカーです。プロ2年目の森美穂、地元の期待もかかります。ティーボックスの右側にセットアップしました。